こんにちは、こんばんは。絵とヒーリングのアート花吹天です。今は週末でしょうかね。今生きている我々は生まれた時にはもう週末と見る人もいます。また本当の週末はまだ先で、激変激動の今は前兆のようなものだと見る人もいます。今回はもうあまり時間がないかもしれない、週末だからこそ注目されてきた覚醒する方法2つというお話です。のんびり聞いてくださいね。早速その1つというのは呼吸法。例えば今注目されているネドジュンさんの左脳優位から右脳優位にしていく呼吸法だったり、それ以外にも我々の助けになる呼吸法はいくつもあります。2つ目は多くの人々の意識から長い年月忘れ去られていたが、平成や令和になって再び注目されるようになった言霊です。呼吸法と言霊、平たく言えば呼吸と言葉、それらが週末にふさわしい覚醒方法なんです。なぜ週末だから？週末は良い意味ですが、破壊と再生が起こり、人間の生活が大きく動いていきます。週末になる要因は地球自身にも、そこに住む我々人間にもあります。生き物である地球さんが健康状態を保つのにストレッチしたりお掃除するので地球が揺れたりする。そして地球自身が今波動を上げて5次元へ上がっているので、その上に住んでいる人間も波動を上げていかないと地球さんと合わなくなる。そして地球上での人間のさまざまな行いが宇宙や地球や人間を愛する動機から出たものでなければ、次元上昇した地球と人間の波動が合わなくなってきます。わかりやすく言えば、自分の中で眠っている他者とか物への愛とか思いやりの意識、広く包み込む心みたいなものを目覚めさせないと、自分自身がこの星での住み心地が悪くなってくるんですね。覚醒するもしないも自由で、良い悪いではなく、どちらも尊い自由選択です。もし覚醒し始める人がもっと増えれば、週末の破壊と再生がソフトランディングできるようですよ。はい、じゃあ覚醒ってどうやったら起こるのっていうと、昔は難行苦行しなければいけないと考えられていた。他には武士道、武道、他の道とつく茶道だったり弓道だったり、そういうものを極める、あとは瞑想、何かに集中しゾーンに入るなどで覚醒する人もいるんだろうなと、そういうイメージがあったようです。今でも実際そういうもののきっかけで覚醒する人はいます。また生死の境をさまよったのをきっかけに覚醒した人や、生まれつき過去世や宇宙のことを覚えていて若くして覚醒した人もいます。生まれたばかりの赤ちゃんや2、3歳頃まで、あるいは小学校に入学する前までの子供たちはみんな覚醒状態、要はまだ左脳が勝っていない右脳優位な状態の人間は覚醒状態の人間と言えるかもですね。矢作直樹さんも言っておられましたが、大正生まれの世代くらいまでは人々の精神に武士道が残っており、瞑想、精神統一、祈りなどはごく普通のことでした。でもだんだんそういうものに抵抗を感じる人が日本には増えてきました。あとぼーっとしてると親に怒られたので、頭を空っぽに何にも思考せず、ぼーっとすることが悪いことだと思い、常に何かを思考し続けてしまい、覚醒のチャンスが減りました。突然ですが、確か20年くらい前の作品、仮面ライダーアギトって見ました？あれに覚醒が出てくるんですけど、当時の私は覚醒すると特別な能力が発動する、特別な技が使えるようになる、そういうのが覚醒なんだなぁと思ってました。きっと多くの人たちがそんなイメージを持ってたのではないでしょうか。そして時は2020年、コロちゃん騒動が始まり、それに並行して一般人は知らなかった世界が見え隠れし、闇に光が差し始め、いろんな暴露が始まってきた。この世界でそんなことがあったのかと、本当も嘘も含めて新たな世界観を知り、これが目覚めた、覚醒したってことなんだと解釈する人たちが増えてきました。また自分自身や世界を俯瞰するバードアイで見ると、見え方感じ方が大きく変わっていき、実はとてつもない愛のエネルギーがこの世の闇も光も
清濁合わせ飲んで包み込んでいるんだなと気づく。あたかも遥か昔には自分はそれを知っていたが一時的に忘れており、再びその愛を思い出した。そんな感覚が覚醒、かっこ覚醒の一部なんだなと解釈する人たちも増えてきました。覚醒にはゴールはありません。どこまでも覚醒していけます。世界のシャーマンたちは特に日本人の覚醒を願っているようですよ。あなたの、私の、隣の人のそれぞれの意識がどんな方法でもどんなきっかけでもいいから、ちょっとずつでも目が覚めてこれば、関わっているコミュニティやはたまた世界の状況が変わっていきます。どんな方法でもどんなきっかけでもいい。ちなみに斉藤ひとりさんはこう言います。落行とか遊行がいいよと。要は楽しい行です。自分の楽しいこと、ワクワクすること、空や海や田んぼなんかをのんびりぼーっと眺め、リラックスする時もひらめきが降りやすく、覚醒のチャンスだったりします。でもゆったりとか楽しむっていうのがすぐにできない、苦手な人も多いんですね。一生懸命で忙しい生活を続けてきたり、苦労は勝手でもしろと親や先輩から教えられた人とか。なので万民が普通にやっている呼吸や言葉を使うんです。深呼吸、例えば深く吸って吐く時に口を細く心持ち前に突き出す形でゆっくり吐くと落ち着きます。他には腹式呼吸、胸式呼吸、集中力が上がるようですよ。他にはお産の時に使うラマーズ法、ソフロロジー法、他には武道の人が動作とともに使う呼吸使いなどなど、その時の状況で効果の出る呼吸法というのが昔からいろいろあります。精神状態を良好にするのにも、作業のパフォーマンスを上げるのにも、呼吸法は思った以上に人生をサポートしてくれますよ。ネドジュンさんのエレベーター呼吸法や今ここ呼吸法は、左脳の自動思考を静かにさせ、右脳を活性化させることで本体さんからサイン、メッセージが来るようになる。それに耳を傾けるようにして過ごすと健康で幸せな人生になっていく。それも覚醒ですね。この呼吸法はスピリチュアルというよりもヘルスケアに近いのではないかと思います。誰でも、どのような思想を持った人でも、質の良い呼吸が心身の健康につながるということは多くの人が知っています。呼吸を上手に使って右脳を活性するっていうのは脳科学的な要素もあると思うので、そっちから覚醒に向かう方が好きな人も多いかもですね。余談ですが、矢作直樹さんが人は死なないという本を書かれ、医者がそんなことを言うなんてと一部で非難されたらしいですが、矢作さんは昔の医者はこういう内容をごく当たり前に知っていたので、元の感性を単に取り戻したいと思っているだけですのようなことをおっしゃっていました。覚醒にしても我々人間にとってごく普通の生きるプロセスに過ぎないですよね。週末の覚醒方法のもう一つが言霊です。言葉には魂が宿るとか、一つ一つの音にはエネルギーがあると言われていますよね。自分や他人をほっとさせる言葉や愛のある言葉は波動がいいとか周波数が高いとか表現されます。斉藤ひとりさんが嘘だと思うなら試しに言い続けてごらんと言いますが、私は絶対に言いたくありません。言霊の威力、舐めたらあかんと実感しているからです。弱気という言葉を言い続けると、なぜか本当に気が弱くなり、いじめられやすくなったり、厄介事が増えたりします。斉藤さんはだから強気になりなと、どうやるかって言ったら、毎日強気強気強気って言ってればいいんだよ。まず言葉ありき、口癖をポジティブな言葉にしてみなとね。私もいい言霊を心がけてから体が軽くなったし、人生が好転しました。言葉にはあなたを幸せに向かわせるエネルギーを持つ言葉と、その逆に向かわせる言葉がありますよ。俺は運が悪いなと思う人、俺は運がいいなって言うんだよ。あ、俺今運が悪いって言っちゃったね。あ、危ない危ない。いや、俺は運がいいですと斉藤さんはジョーク交じりで言い直してましたよ。良い言葉、言霊を言っているとひらめきが来るようにもなります。
斉藤さんが例としてこう言ってましたよ。例えばいい出会いが欲しいなと、出会い出会い出会いと言い続けていたら、ふっとした時、あー、出会いって出て会うことなんだと腑に落ちて、早速身ぎれいにして外に出て人に会いたくなったという人がいたそうです。出て会う、当たり前のようなことでもご本人は深く腑に落ちる瞬間が来るんですね。体に気が足りなくて寝たきりになった人が気功の先生に気を入れてもらうと、その場で立ち上がれるようになったとか、見たことありませんか？やっぱり気、エネルギーが体に満たされたら元気になります。言葉も愛のあるいいエネルギーの言葉を使うと、あなたや周りに良いエネルギーが取り巻きます。言葉、言霊は超古代からありました。例えば日本には神代文字、神代文字の一つにカタカムナがあります。カタカムナは旧石器時代の途中からあるらしいです。ちなみに私はカタカムナで藤井風さんの名前を読み解いてみたという動画をアップしたことがあります。カタカムナは絵文字のようなものです。当時の人間は言葉じゃなく超能力でコミュニケーションをとっていたといいます。カタカムナはとにかく何かを伝える表現方法の一つで、もしかしたら未来の覚醒しづらくなっている左脳人間の我々に宇宙の英知を忘れてしまわないために残してくれる手段としてデザインされたものなのかもです。言葉、音にはそれぞれ振動数があって、それを使って言葉の持つ意味を解読することができます。私は解読には慣れてるわけではありませんが、吉野信子さんの解釈が面白いので、たまに言葉を読み解く練習をしてみてます。吉野さん曰くは、カタカムナで言葉や文章を解読する練習を続けると、潜在的に眠っている超能力が目覚めてくるとのことでしたよ。言葉は左脳の得意分野ですが、ホ・オポノポノのように良いエネルギーの言葉は潜在意識をクリーニングできます。カタカムナは不思議で、一昔前はカタカムナを研究する人は危ない目にあったそうですよ。でも長い歴史の中でプチ終末みたいなタイミングに来ると、不思議とカタカムナが邪魔されずに世の中に現れたというんです。今も現れてますね。カタカムナを含めて言霊は今まさに世の中に出てきてます。言葉は口で音を発した人も耳で聞いた人もそのエネルギーを受けます。言葉の文字を目で読んだ人はそのエネルギーを受けます。点字は指の感触で読み取った人がそのエネルギーを受けます。大昔のヒエログリフってありますよね。石に刻まれたもの、逆に文字が浮き出るように彫られたものもあります。当時の人は目で読むだけでなく指の感触でも読み取っていたんでしょうね。あとですね、日本人は虫の声を左脳で聞くので、メロディーとか言葉として受け取っているんだと。世界が破滅するときは日本人が虫の声が聞こえなくなったときだそうですよ。左脳は言語が得意分野の一つですね。左脳に自然の音や生き物の音を処理させることで右脳活性化を促す、左脳と右脳の統合をサポートするんだと思いますね。とにかく言霊は左脳優位になっている人が多い現代にはうってつけの覚醒方法の一つですよ。万民が行いやすい覚醒の方法でも、ちょっと難しい点はっていうと、例えば言霊、言葉はというと、普段使う言葉遣いって癖になります。もし常にネガティブな言葉を発する人は、口でも SNS とかでもネガティブな言葉が癖になっちゃってるんです。そこからポジティブ寄りの言葉を発する癖をつけるのが最初は難しいでしょうね。ネガティブな言葉が癖になると、そのうち癖の域を超えてフィジカルに病気をしたり不運に見舞われやすくなります。注意したいところですね。世の中の大変動がソフトランディングになるために、もうあまり時間がない、もっと多くの人々が目覚めやすいように、そんな週末にふさわしい覚醒の方法、それが呼吸法や言霊というお話でした。最後にこの大変動の一つの区切りとして、海外のシャーマンたちが2025年というキーワードを言っています。今覚醒し始めた人が全体の2割と言われてて、今世覚醒するべくして生まれたのに、それを忘れてまだ眠っている人が大勢いるということですから、
その人たちが予定通り覚醒すれば、世界がいい感じにソフトランディングするんじゃないでしょうか。でもあくまでも覚醒したいしたくないはその人の自由選択で、今世は眠り続けるのを体験すると決めて生まれてきている人もいます。目覚める人と眠りの人、両方があってあるもの、両方 OK、 両方は徐々に統合されていきます。はい、では今回はこの辺で。最後まで聞いてくださってありがとうございます。感謝します。よければチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。ではまた。